で、これも同じケースがあります。ここにくっついてる場合があるんですね。なので、このケースですね。それと、また普通のケースです。この場合です。その時どうなるかというと、これも似たような感じですね。これを同化してくっつけます。で、もともとターゲットにつながっていたもの、ここで上でつないだものですね。ヒットネクストネクストとか、ヒットネクストとかをヒットのネクストにつなげます。ここのヒットネクストネクストだったり、こっちだったりするわけですね。で、普通の場合は、まあ、こんな普通の時は、これはヒットネクストにターゲットをつなげるだけでいいです。これでおしまいです。リターンするんだっけ？しないか。これで、つなが、あ、フリーリストにつながないといけない。フリーリストにヒットをつなげます。で、おしまい。これがフリーです。これが、ここ、今までこうやってましたが、これを取って、フリーを呼ぶようにします。一番最初、モア壊したときに、そこの一番最初の部分で、フリーを呼んでやって、リストをつなぐと、その空いた部分のフリーリストにリンクするわけですね。はい、これで動くはず。はあ、セグボしたし。おかしいな。難しい。デバッグしましょう。どこで落ちた？なんか溶けそう。P がおかしいな。P がおかしい。ここの部分か。P をプレブ P ネクスト。P ネクスト。なんで。ああ、なんかこっからダメだし。あ、いや、いいのか、これは。かしいぞ。あれ？計算が違う？14か。あ、ここか。こうでした。条件の間違いですね。うー、なんでだい。フリーで落ちた。
こうじゃん。こうじゃん。これターゲットにしてなかったです。OK。これで動くようになったはずです。これはいいか。これで何回やっても同じ。同じじゃないじゃん。おかしいな。なんでだろう。さっぱりわからん。これ？違うよね。なんでなんで？大きすぎるとか。なんじゃないよな。なんだろうね。なんだろう。しましょう。ずっとモアコを呼んでる。サイズがおかしいんだな。中でサイズを入れてない。おお。ああ、これはいい、いいとして、ここでサイズが入ってほしいんだけど、入ってない。こうか。違うよな。B だった。